おお、こいつはすげえ。こんなにたくさん人がいるぜ。よーみんな、こんにちは。こんにちは。すげえ、お前たち最高だぜ。あー、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶知らない人もいるようだ。よし、じゃあガイドさん、はい、真ん中の前から2列目こっちの通路から2番目に座ってる大人の男性だな。今とってもうまくをやってくれた。ちょっと話してた。こんにちは。こんにちは。ありがとう。名前はなんて言うんだい？ケンです。ケン、渋い名前じゃないか。よし、じゃあケン、ウミガメの挨拶知らない人のためにもう一度見本やってもらいたいんだ。改めて説明するけど、俺が最高だぜって言ったら、ケンは両方のヒレを元気に上げてうおーって言うんだ。よし、じゃあみんなケンに注目するんだぞ。それじゃあ行くぜ。ケン、最高だぜ。うおー、やるじゃないか、みんな拍手だ。いや、とっても良かったな。みんなも剣みたいに頼んだぜ。よし、今度はそうだな、ガイドさん、そしたらこっちの前のそれで2列目の端っこから2番目のその女の子、話をしてみようか。こんにちは。お、名前はなんていうの？シューカレン、合ってる？うん、可愛らしい名前だ。シューカレンは今日はどこから来たんだい？横浜、すげー、知らないけど。そう、じゃあその横浜っていうとこから誰に連れてきてもらったんだい？うん、教えてくれてありがとう。じゃあ隣のそのくっついてる女性も家族かな。そうだよな、そんなくっついてて他人だったら怖いじゃない。ちょっとこんにちは。うん、まずシューカレンとの関係教えてもらってもいいかい？母親です。ママだな、よろしく。ママの名前なんていうの？リンリン、可愛らしい名前じゃないか。うん、じゃあリンリンに聞きたいんだけど、お嬢ちゃんのシューカレンからいろんな質問されたっていう経験ってあるかい？あります。あ、そうかい。や、俺の息子のスクワットも質問ばっかりさ。いや、俺たち親同士バッチリ通じ合ったようだな。話できて嬉しかった。ありがとう。シューカレンも教えてくれてありがとう。みんな二人に拍手してくれ。いや、実はさっきもスクワートにこう聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんであんなに僕たちと違うの？でも俺は何にも答えてやれなかった。だから今日はみんなに人間のことを教えてもらいたいんだ。協力してくれるなら、はーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。剣のおかげでみんな上手くなってるぞ。よし、それじゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるのって聞かれたんだ。じゃあこの中で食べ物を食べる人、ヒレを上げてくれ。さあ、食べる人はヒレ上げて。人間食べない人も結構いるんだな。どうやって動いてんだろう。ガイドさん、じゃあ真ん中の一番前のこっちの通路から2番目のその女性に聞いてみようかな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。名前はなんていうの？セレナです。セレナ、セレナの大好物ってのは何だい？ハンバーグです。お、海の中じゃ全然聞いたことない食べ物だな。それはさ、どういう食べ物？お肉です。あ、肉、そういうのがあるんだな。いや、俺たちが食べるのはさ、ほら、この下に生えてるこういう緑色の海藻ばっかりさ。こういう海藻をわかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるのが大事なんだな。それで俺とっても大きくなったんだ。お、セレナ、俺の体重何キロあると思う？300キロぐらい。お、セレナ目利きが効くじゃないか。その通り、300キロあるんだ。うん、だからさ、セレナもそのハンバーグたくさん食べて300キロ目指してみるよ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるっていう人、ヒレを上げてくれ。さあ、何でもいいぜ。よし、じゃあな、おかえろさん。そしたらこっちの前の4列目の端から2番目でな、一生懸命ヒレ上げてくれたその子話してみようか。こんにちは。固まってるじゃないか。どんな気持ちであんな高くヒレ上げてたんだろうか。よし、じゃあ俺からなんか聞いてみようかな。どうしようかな。お嬢ちゃんは今さ、何歳なんだい？今日は誕生日です。お、そうなのか。あ、今日誕生日なの。
それはおめでとう。話できて嬉しかった。ちょっとその子の名前、隣の女性教えてくれるか、なんて言うんだい。松村ひなのです。松村ひなの誕生日おめでとう。何歳になったんだろう。お、教えてくれてる。あ、3つ上がってるな。3歳か。卵から帰ったばっかりだな。そう、じゃあせっかくだから俺から歌のプレゼントでもさせてもらおうかな。ちょっと待ってろよ、松村ひなのだ。ハッピーバースデー松村ひなの、ハッピーバースデー松村ひなの、卵から帰った日おめでとう。ハッピーバースデー松村ひなの、おめでとう。お前たち最高だぜ。よーし、他に質問あるか。さあ、何でもいいぜ、ひであげてくれ。よし、じゃあな、ガイドさん。そしたらこっちの、下がっちゃったんだ。こっちの後ろ行こうか。こっちの後ろの前から2列目だ。内側の通路寄りのその女性かな、話しようか。こんにちは。はい、こんにちは。名前は何ていうの。ともこです。ともこ、聞きたいことなんだい。実はクラッシュっていつもかっこいいなと思ってるんで、私にウミガメの挨拶をさせてください。そんなこと言うの恥ずかしいじゃないですか。いや、嬉しい。ウミガメの挨拶するっていうのは どういう感じすんだい。俺が言って君がすんのかな、君が言って俺がすんのかな。私が言ってみんなが。あ、みんながするんだな。俺だけで考えてったらごめんな。ちょっと自分のこと言われちゃったからな、ちょっとうるぼれが出ちゃったからな。よし、じゃあともこ言ってくれよ。じゃあみんなでやるんだから、みんなも手伝ってくれよ。行くぞ、ともこどうぞ。頑張れ。今日は俺のために集まってくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。うわみんな拍手だ。ありがとうな、ともこ。お前たち最高だぜ。じゃあ他に質問を。どうしたクラゲライダー。ああ、クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ。カメクラまんじゅうから。おお、あれ楽しいじゃねえか。よし、じゃあみんなでカメクラまんじゅうって言ってみよう。せーの、カメクラまんじゅう。もうやめてくれ、そのカメクラまんじゅう。カメクラまんじゅう、おしゃれってなこだ。カメクラまんじゅう、サウナ海流で遊んできていいぞ。もうクラッシュのせいだよ。おお、俺がなんかしたか。カメクラまんじゅうだよ。カメクラだけはやめて。カメクラまんじゅう、カメク。お前たち最高だぜ。よーし、他に質問あるか。さあ、何でもいいぜ、開けてくれ。お、ガイドさん。そしたらじゃあ真ん中行こうかな。それで前から 1,2,3,4 列目、こっちの通路側で開けてくれたその人、話そうか。男性かな。あ、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うの。雄大って言います。雄大、聞きたいことなんだ。今日さっき大学生なんですけど、留年が決まって、それでどうすればいいかなっていうので聞きたくて。あ、ごめんな、俺ちょっと難しい言葉でさ、海であんま聞いたことがないんだけど、そのなんだ、大学生って留年ってのはそれ何のことなんだい。もう一年遊べるみたいな。よかったじゃないか。遊べるんだろ、すごい楽しいことじゃないか。いや、どうしたらいいって言われても、そりゃ遊べよ。そうなの、そういうのがあるんだ。遊ぶこと留年って言うんだな。俺は勉強になったぜ。まあ人間の世界のことだからな、俺にはよくわかんないけど、雄大が何かもしね、その遊び方で悩んでるんだったら、君の何列ぐらい前にケンっていう素晴らしい男が住んでるから、後でケンに相談してみたらいいんじゃないかな。頑張って遊べよ。みんな雄大に応援の拍手してやってくれ。お前たち最高だぜ。すいません。ドリーとデスティニーじゃないか。よし、じゃあみんなでドリーデスティニーって呼んでみよう。せーの、ドリーデスティニー。わーわー、あらら、こんにちは。ハローみんな。おー、今人間の世界のこといろいろ教えてもらってたんだ。あ、そうだドリー、みんなにクジラ語を教えてやってくんないか。ん、お、デスティニーがいい。私も
教えてくればよかった。いるけど。わあ、いつから？じゃあみんな私の後に行ってね。クジラさん、ハロー。よし、みんなで行ってみよう。せーの、クジラさん、ハロー。ハロー。みんなうまいじゃないか。みんなすごい、とってもうまかったわよ。マッコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。なんだこの音。わあ、本当にクジラを呼んじゃった。本当にクジラを呼んじゃった。ドリー、こっちだ。ドリー、早く逃げて。ドリー、大丈夫？ドリー、どうすればいい？クジラさんにどうやって言って。みんな、クジラさん、どういてだ。せーの、クジラさん、みんなのおかげでドリーが助かったぜ。お前たち最高だぜ。カユン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 。パパパパ、カユンに乗ってサーフィンしようよ。分かった分かった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えて本当に嬉しかった。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。また話そうな。松村ひなの